新仙台火力発電所は宮城県仙台市宮城の区交互の2の一にある東北電力の天然ガス火力発電所。常に煙突から炎が昇っている仙台港付近に立地し、宮城県内をはじめ東北地域に電力を供給している。1971年8月に1号機が運転を開始、2号機までが建設された。2006年には リプレース計画が発表され、2016年7月1日に3号、系列全軸が運転を開始した。2017年7月18日より、3号系列の定格出力を変更し、運用を開始した。今回の増出力は、これまでの運転実績や、性能試験の結果などを踏まえて実施するもので、設備の改修工事を伴わない。 ガスタービンの出力制御プログラムの修正で対応している。3号系列建設に伴い発電所構内に LNG 燃料設備を新設した。この設備は世界最大級の大型 LNG 線 Q フレックスやシェールガスの受け入れにも対応している。1、2号機で用いられていた燃料の重油、原油は隣接する JXTG エネルギー。 仙台製油所とコンビナートを形成しており、天然ガスは東新潟火力発電所隣接地の不当付近に設置した LNG 基地からのパイプラインを介して東北天然ガスより供給を受けていた。2011年3月11日14時46分頃に発生した東北地方太平洋沖地震により被災。1号機は停止中、2号機は自動停止した。 その後津波によって本館1階が浸水した。復旧作業の結果、1号機は2011年12月11日に試運転による発電が再開され、12月27日に営業運転が再開された。一方、2号機は10月31日をもって廃止された。当初は1、2号機とも2011年度末廃止の予定であった。ありがとうございます。